千日前線プラットフォーム長堀鶴見、緑地線プラットフォーム西長堀駅は、大阪府大阪市西区北堀江3丁目及び道区、新町4丁目にある大阪市高速電気軌道の駅。千日前線と長堀鶴見緑地線の2路線が乗り入れる。駅番号は千日前線が S14、長堀鶴見緑地線が N13。千日前線は相対式2面2線。 長堀鶴見緑地線は、島式一面二線の地下駅である。千日前線、南辰見方面行きホーム北寄りから長堀鶴見、緑地線ホーム東寄りへ、比較的長い連絡通路が設けられている。なお、長堀鶴見緑地線ホームから、野田阪神方面行きホームに出入りする際には、一旦、南辰見方面行きホームを経由しなければならない。 このように千日前線ホームが長堀通りから南へ離れた場所に位置し、長堀鶴見緑地線との乗り換えが不便なのは、千日前線、建設時に長堀川が流れていたためである。長堀鶴見緑地線の当駅のデザインテーマは、木のぬくもりに設定されており、千日前線との乗り換え通路には、木見町のタイルによる装飾がなされている。 長堀鶴見緑地線の東駅付近は、江戸時代に、あわや土佐の材木を扱う問屋が集中していた、白髪町にあたる。2020年11月10日の1日、上皇人員は22,242人である。大阪市立子ども文化センター、辰巳商会中央図書館西長堀アパート現在の新町3の4丁目と、 北堀江山の四丁目のそれぞれ長堀通り付近は、江戸時代に広大な倉屋敷を構えていた土佐藩の影響力が強かった地域で、この地域を指して西長堀の故障が生じた。現在も長堀通りの交差点名として残る白髪橋と勝尾座橋は、土佐にちなむ白髪山と勝尾が由来で土佐出身の岩崎や太郎が起こした三菱発祥の地でもある。 上述の通り千日前線ホームは北堀江側へ寄っているが、長堀通りと心なは筋の交点である、勝尾オ橋交差点に位置しており、かつて長堀通りを走っていた大阪市電の停留所名も、勝尾オ橋であった。周辺は、中層のマンションが多い。長堀通りの中央分離帯に自転車駐輪場が設置されている。最寄り停留所は、 長堀通りにある地下鉄西長堀、阿弥陀網筋にある白髪橋及び網陀地となる。以下の路線が乗り入れ、大阪シティバスにより運行されている。ありがとうございます。